はい、どうも TG です。スター流バレーやってきます。よろしくお願いいたします。お天気、明日は美しく晴れた一日になるでしょう。で、今日の占いは、おー、精霊たちがとても不機嫌です。全力であなたの邪魔を従っているみたいです。そっかそっか。そして、おー、桜みたいなのが舞ってますね。ご近所さんへ、そろそろ新しい家にも慣れた頃かと思います。今日はお知らせがあります。 BL 商店で肥料の取り扱いを開始しました。よろしん、よければうちの店で何ダースか買ってみませんか。お待ちしております。 BL より。そんなお金ないですよ、今のところ。よいしょ。で、そういえば前回の終わりの時にね、確かスプリンクラーとか何やら作れるようになってたんですよね。それもちょっと見たいですね。よいしょ、お水をあげ終わったらちょっと見てみますか。もう何を植えたのかこれ忘れてるな私。これまだ取れない？あ、取れる、カリフラワー。カリフラワーはバンドルがありましたよね、確かね。これジャズでしょ？よいしょ。ここ忘れそうだな。これはなんだ？多分春の種とかですよね。か、なんだかわかんないな。しかしいっぱいあるな。これ全部他あげてる？大丈夫ですね。カリフラワーは、じゃあ一旦、しまっておこうかな。で、バンドルじゃなくてクラフトで石の塀が作れるようになった。野生の種、これあったっけ、わかんないや。肥料、鉄壁の指輪、銅の延べ棒、銃、セイレンクリスタル、これわかんないな、まだ。アースクリスタル、状態異常の効果時間を半分に減らす。あとはマヨネーズマシン。まず鳥小屋ないからな。これだ、スプリンクラー。鉄も取れないからまだダメですね、使えないですね。あ、で、アンさん、アンさん、はい、おはよう。で、まずは、そういえば、延べ棒を作りましょう。はい、ん？はい、ん？違う。こうだ。で、一旦、しまって、で、あとは、どうしよっかな。ここら辺を集めて、樹液はまだ取れないですね。あ、そうだ、ルイスさんとか行こうと思ったんだ。そうですね。あ、で、荷物ちょっと置いていこう。長老とツルハシはいらないですね。よいしょ。長老とツルハシはいらない。あ、もうできた。これ2個すぐできるかな ?2 個ぐらいじゃなかったっけ、確か。斧強化するのって違ったっけか。で、じゃあちょっとお庭を見渡して、何か取れるものとかがないか。サーモンベリーはいっぱい取れますね。まあ10円にしかならないけど、10ゴールドにしかね。あ、斧持ってかなきゃダメか、強化するなら。斧も持っていきましょうね。おっと？で、ここになんかあるな。
おいしょ。松ぼっくり。で、もしかしてそろそろできてたりするかな？できてますね。早いですね。松ぼっくりを入れて、斧を持って、あった。で、いきますか。上は何かないかな。タンポポ。タンポ拾っとこうか。結構女の子は喜んでくれたりもしますからね。星ついてる。バンドルって、この画面で見れないのかな？これ。あ、見れるじゃん。見れるじゃん。お、食料室、クラフトルーム、水槽。レア。石。水槽じゃなくて、パースニップもあるし、カリフラワーも入れてあるし、じゃがいもどうだったかな？コーヒー室は、この時期はパースニップだけですね。夏、畜産品はない。加工品もない。ここだけ気をつけておけばいいですね。多分あとはサヤエンドウみたいなやつだけだと思うんだよな。で、何しようとしたんだっけ？あ、ルイスさんだ、そうだ、ルイスさん。その前に？前も聞いたね。いる？ありがとう。18日がパムさんですね。ロビンさん。違う。こっちこっち。もし素材や設計図が必要なら、私の店を見るといいわよ。あなたの仕事が地元経済を支えてくれるからね。じゃあ、アレックス。おはよう。前も聞いたね。おじいちゃんおばあちゃんいるね。憂鬱な一日じゃ、そうか。そんなこと言わないで。夫の長寿のことはあまり気にしないでちょうだい。見知らぬ人に好意を持てないタイプなのよ。しょうがないよね。でも知り合ったら打ち解けてくれるはず。きっとあなたたち二人はいいお友達になれるわ。お、すごい喋るね。夫に興味を持ってくれるあなたには秘密を教えてあげる。あの人、ポロネギが大好きなの。ポロネギはこの季節に山に行けば見つかるはずよ。わかった。ポロネギね、おじいちゃん。今度からポロネギ見つけたら持って帰ってくるわ。で、ルイスさん、あ、消えちゃったね。スライム、ダメだったね。うわー、ショック。ダメだったか。あ、そう、ルイスさん。いる？あ、好きじゃないの？そっか。ダメなのか。サーモンベリー。ちょっとなんか悲しいな。そっか、あげられないのか。まず、ジオードを加工してもらいましょう。はい、1個目。2個目。はい、どうも。で、店？ああ、買えるのか。高いね。アップグレードは5つ。2000ゴールドもかかるよ。全然できないじゃん。そっか。全然ダメダメだな。あと、手と巻物は発見。手。ちょちょい。この表示が邪魔なんだよな。どうにかできないかな、これ。ちょっと邪魔なんだよな。
けないの、ここら辺。これ、いいの？これ。そんなのあり？置けないよ。開けた開けた。あ、ちゃんとどいてくれるじゃん。どいてよ、じゃあ、もう。ちょっと待って。アメジスト。アメジスト。あ、そっか。場所こだわってもしょうがないじゃんってなったんですね、前回、そういえばね。メジストじゃなくて、トパーズだっけ。で、説明も聞いていきますか。お勉強してるんだね。なに、夫婦？こんにちは。かわいいね。前も聞きましたね。巻物。ドワーフの巻物1。ドワーフ、ドワーフ語で書かれている。羊皮紙かな。羊皮紙製の黄ばんだ巻物。赤いリボンで留めてある。内容についてはわかんないんだね。錆びた白車。かつてはカウボーイのブーツに取り付けられていた古い白車。この谷に住む人々が何世代も前から動物を育て続けてきた証拠。あ、違う違う違う。え、こっちのはどうやって見るんだい？これの出番か、これの。違う違う。見れないじゃないか。もういいよ。アメジスト、あ、見ましたね。トパーズ、レア度は低いが美しい宝石。そうなんだ。でも1時か。ギルドに行こうと思ってたんだ、そうだ。あと、できれば、セバスチャンに会いたいんですけど、鳥さん。会いたいんですけどね、なかなか会えないんですよね、あの子は。推薦。上だね。あと、ポロネギの回収も忘れないようにしなくちゃ。ポロネギ。どうも。今日は美しい貝殻が浜辺に打ち上げられていないかしら。今の時期ではあまり期待できないけど。貝殻が好きなのかな。今度拾ってきてあげようか。ボロネギが欲しいんだよな。ボロネギ。山にあるって言ってましたよね。この辺切れる？切れない。ボロネギ欲しいなぁ。あ、鳥さん。あ、行っちゃった。こんにちは。この谷はとても多種多様な生態系を持っているようだ。私がここへ引っ越した理由の一つでもある。いらない？おぉ、ありがとう。とても興味深いサンプルだね。喜んでくれた。人によるんだな。あ、今日いない。出ておいでよ、もう。仲良くなれないじゃないか。ルビンさんはいないんだね。もう3時か。ダメだ、ギルド行かなくちゃ。ギルド。ギルド。おい。よいしょ。ギルドは5時までだっけ？大丈夫ですね。間に合いましたね。ギルド、よいしょ、入れた。よいしょ。日記更新だけど別にないよ。こんにちは。あ、買えるんだ。木の剣。3から7ダメージ。スニーカー、おしゃれ。防御、プラス1。アメシストの指輪、ノックバックが 10% 上がる。命中率なんかあるんだ、トパーズ。木の剣、3から7、今何なんだ？あ、持ってないから分かんないや。これは？
モンスター討伐目標、谷の平和を守ろう。スライム1000匹なの？で、その下3つは出てきてない。洞窟昆虫27。ダギーってなんだろう。ダギーはあれかな、モグラみたいなやつかな。達成したらギルから商品をもらうように。はーい。何か見せたいものがあるときに戻ってきなされ。ぐー何か見せたいものってなんだろう。ここら辺は調べられない？調べられないね。なんだろうか。剣はギリギリ買えないことはないですね。錆びた剣よりはまあ確実に強いんでしょうね。ポロネギないな。欲しいんだけどな、おじいちゃんのために。取っておきたいんだけどな、ポロネギ。ポロネギ。サーモンベリーはあれかな？ライナスさん喜んでくれるかな？お、アビゲイル？うん、今は気分が良くないの。そっか。気分は最悪だけど、何かよ？怒ってる。いらない？私にプレゼント？ありがとう。それを受け取ってくれるんだね。ご機嫌が悪かったのか。ライナスさん。俺を笑うために来たのか？違うよ。俺のことは放っておいてくれ。これいらない？おお、素晴らしいプレゼントありがとう。好きでしょ？そう思ったんだよ、私は。この辺にあるけどね。セバスチャンに会いたいなぁ。出てこないかなぁ、セバスチャン。出てこない？まだ下にいる？いるね。ダメですね。うん。あとは何しようかな。今日はね。お、うさちゃんじゃない、リスだった。私の目は節穴ですね。で、あとは、サモンベリーいっぱいあるな。あと何かあったっけ。宝座の奥は無理だし、斧を鍛えなきゃならないから、アンさん。アンさん今日はなでなでしたっけ？してますね。もっと作ろうか。延べ棒はここ入れとかない方がいいか。わかんないか。取って、はい。延べ棒はこっち入れたんだっけ？うん。これでいいか。あとじゃあどうしようかな。草切ってもね、また生えるしね。木もすぐ生えるのかな。結構ありますね、ちっちゃい芽が。生えやすいマップなのかな、ここは。もうできた？あ、できてる。早いな。作れるだけ作っておこうか、とりあえず。釣りも行きたいな。釣り行っか。これをしまって、延べ棒もしまって、釣りに行きましょう。7時だからまだ余裕あるもんね。で、サモンベリーもあるからまだまだ元気だし。下の、湖の方に行きますか？今日は釣りに。どこ？こっちか。こっちですね。魔術師さんにも何かあげに行った方がいいのかな。よし。よいしょ。時々出てくる宝箱とかあれも取りたいんだけどね。なかなかね、うまく取れないですね。釣り具って変えられないのかな。よいしょ。おっと、オッケー。クチバス釣れますね。湖は、クチバスが多いのかな。今度、海釣りに行った方がいいか。よいし。
おっと、ちょっと動きが違いますね。あ、これ極手バスじゃん。はい、動きが違うから違う魚かと思ったのに。この辺でも木は切れるのか。斧持ってきた方が良かったかな。多分小屋立てないと進まないもんね。来ないな。お魚。来た。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。告知バスばっかりですね。場所ちょっと変えた方がいいか？湖と川とまた別かな、お魚釣れるのって。はい。メガネ。メガネは別にいいんだけどな、釣れなくて。川は、一応こっちら辺は川あるよね。違ったっけ？川。ここら辺じゃ変えても大して変わんないかな。来い来い。はい。そうじゃないんだよな。何か釣れないかな。来い来い。もうそろそろ帰らなきゃダメか。最後に一回釣ったら帰りましょうかね。早く来い。帰ろう。うん、もういいや。サーモンベリーは回収して帰りましょう。で、お魚はみんな出荷しちゃっていいかな。で、木材だけ集まってもお金が足らないんだよな。いろんな人にあげすぎかな。はい。で、しまって。これもしまって。お魚は出荷しちゃう。うん。こんな感じでいっかな。で、明日は晴れだったような、雨ではなかった気がするから、こんな感じですかね。よし、寝よう。アンさんかわいいね。寝てるね。はい、それでは今回はね、ギルドに入ることができましたね。で、ルイスさんのあれは報酬もらうっていう話しかけるまでが期限内じゃなきゃダメだったんですね。もったいなかったですね。250ゴールドはちょっと大きかったんですけどね。でもまあしょうがないですね。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。